こんにちは、ブランドバイ社長です。グレートランド響です。実はね、めちゃめちゃお声いただいてて、スウェットパンツの再販希望ということで、はい、来週こそはって、伸ばし伸ばしになってたんですけども、やっとこさ再販が決まりましたということで、はい、新色もございますので、それも含めてちょっと今回緩めの YouTube となりますが、いろいろとご紹介したいと思いますので、まあ、ご購入ご検討いただいている方ですとか、すでにもうお買い上げいただいているお客様も最後までご視聴いただければと思います。まずいいね押してください。行ってみましょう。はい、はい。まあ、こちら前回ね、はい、グレートランド大阪と、ロイヤルフラッシュ様の、まあ、全国4店舗かな、うん、はい、で販売させていただきました、グレートランドの完全オリジナルのスウェットパンツとなります。リーバイスの、517ぐらいの、まあ、フレアというか、うんうんうん、その感じで股髪をある程度深く取って、ウエストドローコードを長めに取って、程よくこうストリートなテイストも残しつつ、ただまあデザインもろもろ担当させていただいている僕がすごくテーパードの効いたパンツが嫌いだということで、うん、裾リブですとかテーパードではなく真逆のフレアで作ったのがこのパンツです、うん、何度かご質問もいただいてますけど、生地感としてはブランドバイヤーズ時代から、はい、スウェットパンツを販売するときに裏起毛ですかという、うん、ご質問かなりたくさんいただくんですよね。っていうのもやっぱり春、まあ、夏、うん、裏が起毛したこう保温性の高いスウェットパンツっていうのはちょっとっていう方が多いと思うんですが、うん、起毛はほぼしておりません、ただ皆様が思う、例えばシュプリームのスウェットとか、はいはい、そういう感じでもないし、エッセンシャル の, あのスウェットパンツみたいに夏場汗でこう足にへばりつくなーみたいなっていうこともございません。はいはい、今2月ですけども、はい、3月4月5月6月とずっと履いていただけるパンツではございます。うん、響きが特に普段よく、店頭で着用してますが、はい、ブーツに合わせたり、うん、スニーカーに合わせたり、うん、お買い求めいただいてるお客様の感じ見てもいろいろ合わせていただいてるなと。そうですね、まあ、特に何か合わない靴はないと思います。僕らはブーツで合わせることが多いですが、ボリュームのあるスニーカーとかハイカットシューズとか、うんうん、まあ、サンダルもまあなしではないと思うんですよ。ブーツカットなんで、それで履いていただけるので活躍の機会は多いんじゃないでしょうか。うん、ということで、こちらがまあブラック、はい、で響きが持ってるのが、これのね、同じ素材のパーカーは、かなりご好評いただいておりまして、現在もオンラインでは完売状態となってます。タンっていうお色目のスウェットパンツですね、はい、仕様は同じです、はい、そしてこちらが共にスウェットパンツでは新色となりますが、リバティグリーンっていうね、緑です。イメージとしては自由な女神のね、はい、色というかグリーンのようなちょっと味わい深い感じの色目となってます。うん、この3色が、少量ですがグレートランド大阪にて再販いたします。まあ、新色、はい、2色合わせて、そうですね、まあ、秋冬のスタイリングでもかなり僕響きやお客様ご愛用いただいているようなんですが、うんうんうん、まあ、これから進化を発揮するのは春夏かなと、まあ、春ですね、思っております。で、何かっていうと、ヴィンテージ T シャツ、グレートランドオリジナルの T シャツでもいいんですけど、パンツをね、趣味なんですけど僕ね、まあ、ヴィンテージ T シャツって結構アク強いじゃないですか、うん、正直シンプルではないと思うんですよ、はいはい、で、まあ僕個人的にはすごいクラッシュ入ったデニムとか、はい、リペア入ったデニムと、しかもストレートの合わせるのって、うんうん、まあ、ぶっちゃけ僕あんま好きじゃなくて、なんか分かります？一昔前のジャスティン・ビーバーやみたいな、まあまあまあ、あの時は結構多かったですね、それがトレンドやったと思うんですけど、はい、今ってやっぱりトップスそれなりにボリューム、まあうちでヴィンテージで使われる方ってピチピチで着られる方あんまりいらっしゃらないと思うんで、うんうんうん、ある程度ゆとりを持った大きさの T シャツないし、まあスウェットでもいいんですけどに、ちょっとこうフレアで足元にボリュームを作ってもらって、うんうん、全体をすっきり見せると、でパンツはもう比較的、まあ、主張のないもので、うん、ちょっと落ち着いた大人な感じのね、スタイリングをしていただきたいなと思っております。なるほど、うん、なので夏だからこそ引き算しようよというか、うん、春夏だからこそ着れるアイテムが少ないじゃないですか。そうですね、秋冬だったらまあ変なしタンクトップ着てロンティー着て T シャツ着てシャツ着てブルゾン着てっていうのもできるんですけど、うんうん、やっぱり夏特に真夏になると本当にまあせいぜいタンクトップに T シャツにパンツっていう形になると思うんですが、はいはいはい、まあ、できるだけせっかくいい T シャツを買っていただいているので、
引き算で、トータルのコーディネート楽しんでいただきたいと、うん、っていう中でもこれぐらいのねちょっと遊びが効いたぐらいの、うんうん、なんかね料理そのものの味は変えないんだけど端っこの方におりますよぐらいの感じ で、ね、まあ、このスウェットパンツもそうですし皆様にとっての私たちもそうでありたいと思う次第でございまして、はい、ということなので、であとまあこのドローコードも、ね、意外とこれいいアクセントになるんですよ。うん、でましてはもうこのブレードランドの方が、ね、見えないですからね。これはまあ見えない。T シャツ着たらインしないと多分、はい、見えなくていいんですよこんなもの、うん、そうですね、うん、でもとにかくもシルエットにこだわって作ってますので、うん、このタイプのフレアで、はい、この感じっていうのは今までまあないのかなと思っております、うん、でまあ海外では一部ありますけど、まあ、やっぱり我々アジアンはアジアン海外のモデルさんの、うん、あの感じを見たって無理なわけですよ、うん、まあ無理なんですね、っていうのでやっぱりこう、うん、アジア向けのサイズ感で作らせていただいておりますので、うん、まあね、それこそ身長190の方もいらっしゃれば160の方もいらっしゃると思うし、体重が50キロの方がいれば100キロの方もいらっしゃると思う、うん、だけど皆様に、合うというか本当にその T シャツの個性も邪魔しないし、うん、本当に、ね、あと色がね、僕3色僕持ってるんですけどそれぞれ使い道がめっちゃあると思うんですよ。まあそうですね、そう、その日のコーディネートでっていうか、まあ白 T はだって全部合うでしょ、まあ黒も全部合うんですよ、まあ、そうですね、いう中でシューズとのこうトーンを合わせ合わせたりだとかキャップとのトーンとか、うん、それこそ肌の色とかね、うん、まあ、色黒の方も色白の方もいらっしゃると思うんで、まあ、この3本あればてか3本買う必要ないんですけど、まあ、どなたかにはハマるというか、そうですね、どなたにもどれか1本は絶対ハマると思うので、うん、ただまあんま数作ってないんですけど、まあ、作れてないんですけど、はい、はい、それも含めた上でご検討いただければと思います。今回はですねグレートボーイとかで、はい、買えなかったというお声が多くいただいておりますので、通常グレートランドっていうのはオンラインの商品と店頭の商品って共有というか、まあそうですね、なんですけど今回は分けます、うん、オンラインは、本日日曜日の夜9時から下記概要欄の URL リンクよりご購入いただけます、はい、店頭は月曜日の営業開始から少量ですけども販売します、はい、なので、まあ、オンラインで買えなかったってお客様は月曜日来てください、はい、在庫はオンラインなくても店頭、月曜日にあります、はい、そこは分けてますので、まあ、オンラインで買ってくださる地方の方はもうどうしようもないんで、うん、オンラインで、まあ、おサイズのご相談とかまた個別でお電話とか取らせていただきますので、で、まあ、店頭来れる方は店頭で買ってください。それはね、もちろん、ただそれで店頭売り切ったらごめんなさい、はい、ということで早いもの勝ちです。こんな感じでスウェットパンツ、はい、大変ご好評いただいた上での再販ニューカラーということで、はい、お送りさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤーズ社長とグレートランド響きでした。バイバイ。